京セラドーム大阪には大観衆が詰めかけています。バファローズがアドバンテージを含め2勝で迎えるクライマックスシリーズファイナルステージ第2戦。ホークスマウンドに上がるのは先発の奥村。チームに勢いをつけることができるんでしょうか。大石打席に入ります。さあホークスもルーキーが登板ということになります。さあそのルーキーをバファローズ打線がどう打ち崩していくか非常に楽しみです。打ちました。伸びていく。どうだ。入れば先制。ポール際切れました。入っていれば先制というところでした。打ちました。ここはフライになっています。セカンドが構えます。掘ってワンアウトです。バッターは注目のルーキー新井。奥村まずは先頭バッターを打ち取っています。先発ピッチャー奥村、そしてキャッチャーは真ん中打ちました。フェアかファールか。わずかに右に切れました。ファールボール。次が2球目。アウトコース決まってストライク。ノーボール2ストライク。この球は落としましたが決まりません。打ちました。これはどうだ。破りました。センター前。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁です。バッターはライアント。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球大きく外れています。ここはゴロを打たせるようなボールには気をつけたいですよね。なるほど、そうですね。一塁牽制セーフ。赤星さん、ここは盗塁はないと見ていいんでしょうか。いや、まだ分かりませんね。配球を読んでる。打ちました。センターへ打球伸びる。この打球はフライになっています。ここはセンターが抑えています。ツーアウトです。バッターは注目のルーキードレイパー。ツーアウトになっています。ランナー動きませんね。初球から走ってくるケース多いんですけどね。ここは強肩のキャッチャーですから走りにくいかもしれませんね。なるほど、そうですね。これもファウル。大きく外れてボールです。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。打ちました。またファウル。あ、これはいけません。デッドボールです。さあバファローズ一打先制のチャンスです。まずは先に点を取ってピッチャーを楽にしてあげたいですね。なるほど、そうですね。さあ初球打ち、これはいったでしょうね。突き刺さった。金村先制スリーランホームラン。ルーキーに先制点をプレゼントします。初球でした。思い切り引っ張ってスタンド深くまで運んでいきました。バファローズ先制しました。3対0。これぞ主軸の活躍。ご覧いただきましょう。期待通りのバッティングで先制ホームランを放ちました。いや、本当に見せてくれますよね。先制点はホームラン。初回から飛び出しました。バッターボックスには指名打者の羽田。バファローズ見事先制点を挙げています。赤星さん、先ほどは鮮やかな先制点でしたね。そうですね、ああいった形で先制できると流れも引き寄せられる。打ちました。セカンドが取る。一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回バファローズスリーランホームランが飛び出しました。1回終わりました。2回裏に入ります。7番から始まるバファローズの攻撃。バッターは粟口。バファローズ1点リードで迎える2回の攻撃です。点を取られたんでこの回すぐに取り返したいですよね。さあまずは先頭バッター。2球目打ちました。ヒットになった。先頭バッター出ました。バファローズノーアウトランナー1塁です。バッターは古久保。ヒットでランナーを1塁に置いています。1塁はセーフ。この当たりはどうか。スタンドには届きません。バッターランナーは二塁到達。チャンスを広げていきます。ノーアウトランナー三塁二塁です。さあそして打席には吉田入ります。さあ得点圏には追加点となるランナーを置いています。
まだ序盤ですし、リードは大きいに越したことはないですから、ここもしっかり得点しておきたいですよね。なるほど、そうですよね。打ちました、いい当たりだ。伸びていく、どうだ、入れば、入った、ホームラン。スリーランホームランが飛び出しました。素晴らしい一振りでした。追い込まれてからのストレート、しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました、オリックスバファローズ、6対2になりました。見事な一発が飛び出しました。その差4点、大きくリードを取りました。期待通りのバッティング、追加点となるホームランが出ました。いやー、打つべき人が打った見事なホームランでしたよね。早くも突き放しにかかりました。打順はトップに帰って大石。バファローズホームランで得点を挙げています。打った、センターに強い打球、伸びていく、どうだどうだ、センターオーバー。バッターランナーは二塁まで進みました。ノーアウトランナー二塁です。さあバファローズ追加点のチャンスを迎えています。序盤で点差を広げてあげられるとピッチャーにも余裕が出ますからね。そうですよね。さあこのチャンスをどう生かしてくるでしょうか。バッター、これはどうか、ライン際を破りました。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。鮮やかなタイムリーヒット、7対2バファローズ。ここは当然という交代でしょうか。ホークスピッチャーを変えます。マウンドに上がるのは2番手の岩崎。打席には3番バッターブライアント。リードはしてますがまだ序盤ですから、もっと点は取っておきたいですよね。初球打ち、ここは打ち上げています。ファーストが落下点に入ります。三森が抑えています。ワンアウト。バッターボックスは4番ドレイパー。先ほどの打席はデッドボールでした。バファローズこの回7人目のバッター、打ちました。センターに大きな打球、センター下がっていく、下がっていく、追いかけますが頭を越えました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、8対2バファローズ、なおもチャンスです。バッターボックスには5番金村。先ほどの打席で先制となるスリーランホームランを放っています。まあ強烈な一発でしたよね。しびれましたね、ホームランの感じ。打った、大きな打球になった。センターバック、センターバックする、フェンス直撃。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、9対2バファローズ、なおもチャンスです。バッターは今日 DH に入っている羽田。初球打ち、セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット、10対2バファローズ、ちょっと一方的になってきました。バッターボックス阿波口。前の打席のヒットはしっかり捉えたいい当たりでしたよね、はい、バットが触れてますよね。いいスイングしてると思いますね。そうですね。バファローズこの回打ちました。ライトが下がっていく、頭上ぐんぐん入った、ホームラン。ツーランホームランが出ました。大量リードをさらに広げるツーランホームランになりました。初球でした。しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました。オリックスバファローズ12対2になりました。鮮やかなホームランを見せてくれました。打順は8番古久保。先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。バファローズホームランで得点を挙げています。ちょっとすっぽ抜けた感じです。打ちました。2球目打っていきましたがツーアウトとなっています。バッターボックスには9番吉田。先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね、はい、一発打ってリードもしてますんで余裕を持って打席に立ててるでしょうね。そうですね。ツーアウトになっています。打ち上げました。伸びていく、ここは打ち上げています。2球目打っていきましたが最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。しかしこの回赤星さん、序盤から面白いほど打線がつながってますね。そうですね、ここまでは最高の形で試合を進めています。本当にそうですよね。このまま流れに乗ってほしいところです。打ちました。
これは大きい、伸びていく、ここはフライになっています。変化球を打っていきましたがレフト掴んでワンアウト。バッターボックス新井、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。はい、ここも思い切っていって、今ベンチに下がっていきます。どうやらどこかに違和感があるようです。今やはり怪我が重いんでしょうか。交代のようです。ホークスピッチャーが変わります。左バッターが続く場面でコールされたのはモイネロ。さあまず1球目、今のは打ちに行ってほしかったですよね。ピッチャーの代わり花の初球は狙っていかないといけませんよね。そうですね。バッターボックスには3番ブライアント、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトになっています。よく見極めましたね。はい、インコースわずかに外れてボール、打ちました。センター下がっていく、下がっていく、どうか、入った、入った、ソロホームランが出ました。この京セラドームに見事なアーチを描いてみせました。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。13対2になりました。さらに1点を追加します。大きく点差が広がっています。バッターボックスには4番ドレイパー、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。打った、グラシアル取って、スリーアウトチェンジ。しかしこの回バファローズソロホームランで追加点を挙げています。3回終了、オリックスバファローズ4回裏の攻撃になります。5番バッター金村、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。打ちました、いい打球だ、打った瞬間確信した、入った、ソロホームランが出ました。この京セラドームに美しいアーチを描いてみせました。三塁回って今ホームイン、14対2になりました。さらに1点を追加します。リードをさらに広げていきます。バッターは DH 羽田、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。さっきのタイムリーで乗ってると思うんで、ここも期待できるんじゃないですかね。そうですね。バファロー打ちました、レフト下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。この京セラドームに見事なアーチを描いてみせました。今ゆっくりと打ったバッターホームイン、15対2になりました。さらに1点を追加します。点差はますます開いていきます。バッターは7番川口、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。しっかり捉えた、これは大きい、伸びていく、これはセンターの頭上を越えていきました。バッターランナーは2塁到達、ノーアウトランナー2塁です。バッターボックスは8番古久保、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ヒットでランナーを2塁に置いています。引っ張った、高いバウンド、ショート前に来る、サード取った、1塁へ、アウト、微妙なタイミングではありますが1塁アウトです。9番バッター吉田、今日はホームランを放っています。前の打席はいい当たりだったんですけどね。打ちました、この打球は落ちるか、どうだ、ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン、バファローズ1点追加します。センター前のタイムリーヒット、バファローズ大量リードとなっています。打順は1番に帰ります、バッター大石。初球大きく外れています。一塁牽制セーフ、もう1球牽制球、一塁はセーフ。2球目は何で来るか、見送ります、ボール先行です。大きく外れてボールになります。ストライクが入りません。ここは1球見ました、打ちました、このフライはヒットになりそうだ、ヒットになった、バファローズチャンスになります。ワンアウトランナー2塁1塁、打順は2番新井、先ほどの打席はショートライナーに倒れています。
前の打席アウトにはなりましたけど、しっかり捉えてましたよね。タイミングは合ってるんで期待できると思いますね。そうですね。バファローズこの回打ちました。弾き返した打球はセンターへ、タッチアップ。3番バッターブライアント、先ほどの打席でソロホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。はい、一発打ってリードもしてますんで余裕を持って打席に立ててるでしょうね。そうですね。ツーアウトランナー一塁三塁です。外れていきます。チャンスの場面振っていきましたが三振。スリーアウトチェンジ。しかしこの回バファローズ2本のホームランで追加点を挙げています。赤星さん、今日は本当に打線がよくつながってますよね。ご覧になっていかがですか。打線がいいのである程度は点が入る。打ちました。ライト下がっていく、下がっていく。ボールはフェンスまで到達しました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。先頭バッター出ました。バファローズノーアウトランナー2塁です。まず大きく外れてボールになりました。切りました。ファールボールです。今の球は仕留めたかったですよね。そのようですね。さあ勝負してくるのか。打ちました。ここはフライになっています。ショートが構えます。シュートを抑えてワンアウト。バッターボックスには指名打者の羽田、先ほどの打席でソロホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。ホームランの感触が手に残ってるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。ワンアウトになっています。結局ランナーそのままです。打ちました。いい当たりだ。レフトが追いかける。入った。ホームラン。ツーランホームラン。大量リードをさらに広げるツーランホームランになりました。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。オリックスバファローズ、ここ一番の集中力が光ります。打席には7番バッター淡口。まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。さあここはどういった攻め方をしてくるか。インコースを厳しく攻めます。ボール先行です。これは切りました。ファールボールです。これはセカンド、グラシアル掴んでツーアウトになりました。8番バッター古久保、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。ちょっとすっぽ抜けた感じです。ストライクになります。打ちました。これは大きい。伸びていく。これは破っていきそうだ。レフトの頭上を越えていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。ランナー出ました。オリックスバファローズです。ツーアウトランナー二塁。ホークスピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは4番手のバンド。バッターボックスは9番吉田。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。打った。レフトに大きな打球。ぐんぐん打球が伸びている。伸びて二塁へ送球する。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。バファローズちょっと一方的になっています。打順はトップに帰って大石。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。バファローズこの回打ちました。大きな打球になった。伸びていく。どうだどうだ。二塁へ送球。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁まで進みました。バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。バファローズなおもチャンスです。バッターボックスには2番新井。打った。大きな打球になった。ライト下がっていく。下がって入りました。ホームラン。ツーランホームランが出ました。
ました。大量リードをさらに広げるツーランホームランになりました。初球でした。しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました。オリックスバファローズ見事な一発が飛び出しました。バッターボックスは3番ブライアント。バファローズホームランで得点を挙げています。打ちました。これは行きますね。頭上入った。ホームラン、ソロホームランが出ました。この京セラドームに美しいアーチを描いてみせました。三塁キャンパスもあってホームに帰ってきました。さらに1点を追加します。大きく点差が広がっています。ホークスピッチャーが変わります。4番を迎える場面でマウンドに上がったのは杉山。4番バッタードレイパー、先ほどの打席でライトへのツーベースヒットを放っています。バファローズホームランで得点を挙げています。打ちました。これは浅いフライ、ヒットになりました。ランナー出ました。オリックスバファローズです。ツーアウトランナー一塁。バッターボックスは5番金村。今日は2本のホームランを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。これが2球目。アウトコース外れます。膝元への変化球、ワンボールツーストライク、ファウルになります。インコースボール、平行カウント、落ちる球できました。スリーボールツーストライク、フルカウントになっています。打ちました。これはどうか。ボールを拾って一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回バファローズ3本のホームランで追加点を挙げています。バファローズのリード広がっています。1回の裏ツーアウト一塁二塁のチャンス、迎えるは5番金村。その初球でした。バファローズこの一発で先手を取ります。2回の裏ノーアウト二塁三塁で9番バッター吉田、追い込まれてからの一発、バファローズ3点を追加します。6回の裏バファローズの攻撃、バッターは DH 羽田、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。よく伸びましたよね。初球打ち伸びていく。この打球はフライになっています。打順は7番淡口、今日はホームランを放っています。杉山まずは先頭バッターを打ち取っています。打った、取りました。ツーアウトです。バッターボックスは8番古久保、先ほどは見事なツーベースでしたよね。ここも思い切っていってほしいですよね。期待しましょう。ツーアウトランナーありません。この回のバファローズ打線ですが、わずか2球でツーアウトになっています。ちょっと淡白な攻撃が続いてしまっています。打ちました。グラシアル掴んで3アウトチェンジ。この回バファローズ三者凡退です。バファローズ大量リードしています。いいバッティングができているというバロメーターはどのあたりでしょうか。やっぱりタイミングが合ってるってことですよね。なるほど。今日はそのタイミング、打ちました。レフト下がっていく、下がっていく、入りました。ホームラン、ソロホームランが出ました。この京セラドームに見事なアーチを描いてみせました。三塁回って今ホームイン、さらに1点を追加します。リードをさらに広げていきます。打順は1番に帰ります。バッター大石、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。さっきのタイムリーで乗ってると思うんで、ここも期待できるんじゃないですかね。そうですね。バファローズホームランで得点を挙げています。打ち上げた、浅いフライ、ここは打ち上げています。高く上がりました。3球目打っていきましたがセンター掴んでワンアウト。バッターは2番新井、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。ホームランの感触が手に残ってるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。
ワンアウトになっています。これはバットが泳ぎます。さあ4球目は何か、ストライクになります。2ストライク2ボールと追い込んでいます。ファウルになります。これはショート、シュートを取ってツーアウトです。バッターボックスブライアント、先ほどの打席でソロホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。はい、一発打ってリードもしてますんで余裕を持って打席に立ててるでしょうね。そうですね。打ちました。これは大きい。伸びていく。センター深いところ破っていきました。バッターランナーは二塁まで進みました。ランナー出ました。オリックスバファローズです。ツーアウトランナー二塁。抜けたような感じになりました。大きく外れます。打った。大きな打球になった。ライトバック、バック、バック。フェンスを越えた。ツーランホームランが出ました。白球高々と舞い上がり、京セラドームのスタンドに消えていきました。追加点が入りました。オリックスバファローズ。頼れる4番の一振りでした。バッターボックス種村、バファローズホームランで得点を挙げています。初球空振りです。際どいコース見送っています。バッター見送りました。いい当たり。これは大きい。伸びていく。大きな当たりが外野を襲っている。これはセンターの頭上を越えていきました。バッターランナーは二塁到達。ランナー出ました。オリックスバファローズです。ツーアウトランナー二塁。最初は変化球できました。痛烈な打球。これは入りますね。高く上がった。入った。ホームラン。ツーランホームラン。大量リードをさらに広げるツーランホームランになりました。真ん中に入ってきたストレート、きっちり捉えた当たりはフェンスを越えてスタンドへ。追加点が入りました。オリックスバファローズ、鮮やかなホームランを見せてくれました。バッターボックスには7番川口。バファローズホームランで得点を挙げています。初球ボール。さあ2球目は何か。いいストレートですよね。はい、外のストレートがストライク。打ちました。これは浅いフライ、ヒットになった。ランナー出ました。オリックスバファローズです。ツーアウトランナー一塁。ホークスピッチャーが変わります。右バッターが続く場面でマウンドに上がるのは高橋。バッターボックス古久保、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。打った。高く上がった。レフト下がっていく、下がっていく。ボールはそのままフェンスに直撃。ホームに送球する。ファーストランナー一気にホームイン。バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。バファローズなおもチャンスです。バッターボックス吉田、先ほどの打席でソロホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。打った。レフトに強い打球、レフトオーバーのヒットになりました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。左中間へのタイムリーヒット。バファローズなおもチャンスです。打順はトップに帰って大石。打ちました。痛烈な打球、大きな打球になった。レフト、レフト見送った。ツーランホームランが出ました。白球高々と舞い上がり、京セラドームのスタンドに消えていきました。追加点が入りました。オリックスバファローズ、ここ一番の集中力が光ります。打席には2番バッター新井。バファローズホームランで得点を挙げています。ちょっとすっぽ抜けた感じです。引き目決まってストライク。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。
誘ってきたんでしょうけど見極めましたね。振ってきません、外れています。打った、シュートを掴んでランナー出ました。オリックスバファローズです。ツーアウトランナー一塁、バッターは3番ブライアント。先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。はい、いきなり牽制、セーフ。初球大きく外れています。真ん中に決めてきました。これが3球目、アウトロー外れます。打ちました、グラシアル。一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回バファローズホームランで追加点を挙げています。バファローズのリード広がっています。8回の裏、さあバファローズこの回は4番から始まります。ドレイパーバッターボックスに入ります。先ほどの打席でツーランホームランを放ってジャストミート、ライト下がっていく、下がっていく、ライト見送った、ソロホームランが出ました。この京セラドームに美しいアーチを描いてみせました。今ゆっくりと打ったバッターホームイン、主砲の一発で1点を追加します。点差はますます開いていきます。バッターは5番金村、先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。バファローズホームランで得点を挙げています。打ちました、これは大きい、伸びていく、外野へまだ伸びている、センター深いところ破っていきました。バッターランナーは二塁まで進みました。ノーアウトランナー二塁です。バッターボックスには指名打者の羽田、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。よく伸びましたよね、ナイスホームランでしたね。バッターボックスには代打の小栗、まあここでさらに点差を広げておきたいですよね。これが1球目、打ち頃のボールでしたよね。代打というのは1打席勝負。打ちました、詰まりながらもセンターへ、この打球はフライになっています。センター掴んでワンアウト、7番バッター川口、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ワンアウトになっています。結局ランナーそのままです。バッターボックスには代打の山本、ワンアウトになっています。結局ランナーそのままです。これが初球、まずは変化球から入りました。低め、これは外れた、ファウルになります。空振り三振、ランナーは動けませんでした。2アウトになりました。打席には1番バッター古久保、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。バッターボックスには代打の山下、2アウトランナー2塁です。抜けたような感じになりました。大きく外れます。低め外れました。ボール先行です。3球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット。ホークスピッチャーが変わります。右バッターが続く場面でコールされたのは高橋。まあここはしっかりつないでいきたいですね。高めの変化球から入りました。2球目打ちました。さあどうだ、この打球は落ちそうだ、ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。
ベンチの期待に応えました。ツーアウトランナー三塁二塁。バッターボックスには代打の九里。バファローズこの回7人目のバッターになります。初球打ち、ここは打ち上げています。ファーストが構えます。三森が掴んで3アウトです。しかしこの回バファローズソロホームランで追加点を挙げています。オリックスバファローズ打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。小宮山さん、ついに王手をかけるということになりました。ご覧になっていかがですか。もう一つですけどね、気持ちを引き締めてあと一つ頑張ってもらいますね。そうですね、期待しましょう。勝ったオリックスバファローズ、大量点を取って大勝ということになりました。一方のホークスですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のようにクライマックスシリーズファイナルステージ第2戦はオリックスバファローズが快勝ということになりました。今日の解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで京セラドーム大阪から失礼いたします。